今からバスツアー行ってきます。行ってきます。絶対貼った、作ったんですよ。すごい可愛い。なんて書いてあるの？豪華さんのあっちゃんと行く4泊2日バスツアーです。かわいい。マリーさんが作ってくれた。あ、そうなんだ。そうめっちゃ可愛い。行ってきます。行ってきます。バスはこんな感じになってて、ここにちゃんと書いてあります。おはようございます。改めて全員揃ってからご挨拶をさせていただきます。今から JR 久留米の方にあっちを迎えに行きます。ちょっとゆっくりしててください。八女市田の国親善大使の山口敦子です。昨日から全泊で来ていただいたり、今日は本当はるばる遠方から来ていただいたり、本当に皆さんありがとうございます。1名だけちょっと遅れてくるそうで、八女中央大茶園で合流できるので、はい、その時皆さん盛大にお出迎えできたらと思います。はい、四十の癒し系フェイスがかかったんです。から八女、なんだっけ、中央茶園、中央大茶園、中央大茶園、まだみんなには見せていません。見せてないです。私が先にリアクションします。おー、こんな感じ、こんな感じです。おーおー、落ちそう、崖落ちそう。落ちそうこっちです。わあ、めっちゃ綺麗。タコ、これタコ飯、タコ飯と天ぷらとか入ってます。やめちゃう。今予定になかったサプライズの場所に向かってます。サプライズの内容見たんですけど、めっちゃ楽しそうだったので、あっちゃんが準備してくれたので、着いたらまた皆さんに見せたいと思います。あ、見えてきました。もしや、サプライズです。ちなみにこの日のために1ヶ月延長してもらいました。あのラッピングバスです。あっちゃんがサプライズで準備してくれました。すごーい、嬉しい。あっちゃんがめちゃめちゃ考えてこれをね、期間延長してくれたらしいです。みんなめっちゃ喜んでます。喜んでた ね、よかった。泣いてる人もいた。泣いたよね。こっちもね、今うるうるなってます。私もちょっとうるうるしました。もともと校庭になかったんやけど。あ、そうなんだ。そう、どうしても入れたいってなって、そう延長してもらって。粋なことするじゃん。明日で終わっちゃうから、本当に。あ、そうなんだ。そうなんよ。最高、ありがとう。何も言っちゃしてないか。あちゃんが素晴らしい。たくさん撮って。思ってたよりでかい。大きいね。やった、小顔に。それと比べるのやばい。めっちゃ可愛いです。はい、イエーイ、可愛い。動画撮ってる？動画撮ってるよ。どうですか？日本でこういうのあんまり見たことないから、びっくりした。確かに日本ではあんまり見ないよね。多分愛が深いフリカーバスタマン。お、可愛い。すごい。全部色もね、ぴったりでね、めっちゃ可愛いです。イエーイ。せめてこっちにして。せめてこっちに。急遽ちっちゃいやつも来たらしい。1年間あるって。横にもあるって。あれ、この方がでかい。確かに、これも初めて見た。わー、来る、今来たやつ、今来たやつ、ちょうど来たの。これも1年間、これ1年間確か動くらしいです。あったの、あったじゃない、私じゃないわ。すごい、30代の1台そうらしいです。がたまたま来て、うん、まこちゃん、まこちゃんできた。すごいよね。しかもちょっと長く泊まってくださってます。そう、これはもう本当にパワーが半端ないなって感じだけど、もうこれもたまたま来たのは運命でしょう。運命でしょう。
森行さん持ってるよ、ね、持ってるよ本当に。本当台風も嘘みたいに晴れて今日はもう超暑いぐらいの天気になったのは本当にあっちゃんのおかげです。ありがとう。いちごパイもらいます。そうめっちゃ美味しいらしいです。いちごチーズパイ来ました。いただきます。チーズ美味しい。イチゴもマジ美味しい。今からラジオ撮影らしいです。テンションが今日高いですよ。すごいでしょ。僕人気じゃないです。文化館に来ました。イエーイ。これからお茶、お菓子とお茶、そう、お茶とお茶菓子をいただけます。楽しみにしてます。なんかね、お茶の飲み方がちょっと独特で楽しみにしてます。楽しみにしてて。あっちゃんのプライベートな空間楽しみ。来ました。今ねすごいんですよ。お菓子とお茶とで、の4回飲んだ後のこのお茶の葉は岩石、岩塩、岩塩と酢醤油で食べるらしいので早速飲みます。いただきます。蓋をずらして飲むらしいです。うん、甘い。え、めっちゃ味変わった。味変、味変した。今2杯目味変しました。え、待って、全然違う。こんな感じ。こいめっちゃいる。はい、今から宴会始まります。アイス食べながら宴会します。ご飯もね、美味しそうなのが来てるので食べながら冷たいと思います。あー、お腹空きました。宴会します。これからイエーイ。これから宴会でご飯もめっちゃ来て、はい、美味しそうなのいっぱい。早くない？早い。もう準備がもうめっちゃ頑張ってました。一時も休んでない、ね、休みが2時間であったんやけど、さっき歌の練習を結構してたんですよ、はい、なので成功すると嬉しいなって感じだよね。ちょっと緊張するけど頑張るね。頑張ろうね。心強いパーカーで頑張ろうね。頑張ります。頼まれた方からですね、スタッフさんに申し付けたと思います。あと、これからの流れはですね、カメラを準備してお待ちください。でその後ですね、だいたい19時過ぎぐらいからリンゴさんで、よろしくお願いいたします。はい、では失礼いたしました。いやいやいや、帰れますよ、もし土にね。いや、楽しいよ。フリー素材の人たちを著作権、著作権フリーですか、大丈夫ですか。少し早いけど。おめでとう。おめでとう。雪はなぜか迷い出した。 GIL さん
幸せに溢れてて、ライブみたい。やだ。いや、本当に先に言うと本当にあっちゃんこの準備ね、もう不安すぎて死んでたよね。本当に。もうさっきも手ずっと震えてて、そう。なんか本当に大成功っていうか、まあ、大成功っていうのがみんなが本当に一人。一人漏れなく幸せに今日と明日を過ごして、まあ、ちょっと早いんですけどね過ごしてもらえることが私の幸せだったので、本当に今日一日幸せでした。本当に今幸せです。ライブみたい。幸せです。あっちゃんのご家族が本当に素晴らしいホテルを準備してくれたので紹介するんですけど、もうここのね時点でめちゃめちゃすごいんですが、もうやばいんですよ。もう入った瞬間からもう木の匂いすごいんですけど、見てー、やーばーい。外にも出れるの？本当にたくさんありがとうございます。あっちゃんも本当にありがとう。はい、今から2日目です。おはようございます。どう、寝れた？え、寝た？うん、3時間ぐらい。なんかさ、頭の中にずっとさ目つぶってもさ、みんなの顔が浮かんできて、わかる。てか、かえって感動しかけた。感動しかけた、うん、え、どういうこと？なんかホテルで感動してた。え、一人で、一人浸ってて、うちもあんま寝てなくて、あとホテルが最高に良くてさ、よかった、やばすぎて、あのホテルにさ、お茶とかさ、うん、なんかお菓子とか用意してあるの、うんうん、それを食べきらなきゃで、うん、それを食べきるなきゃいけないから、うんうん、なんかめっちゃ、うん、やばかった。もうずっと今日も朝一人でお茶入れて、お茶飲んでた？お茶の、あ、なんか冷たいのもあったかいのもさ入れて、やばかった。もうずっともうやばい、時間がないと思って。うんうん、あ、でも見てめっちゃ物もらいになって、昨日もっとやばくて目開かなくなったの。なんで？え、なんかこっち一人になったの昨日。なんで？え、なんかわかんない。なんえ、でもさ寝不足なんかでなって、うんうん、で今もちょっと晴れてる、夜なって、うん、今日行きやばいかもと思ったけど、うん、まあなんとかちょっとそう二人がこっち側がやばいんですけど、楽しみます。今日も楽しみます。開いて、あっちゃんと、あっちゃん本人、あっちゃん本人、聖地巡礼。はい、ここアニメ出て、ここはえ、ちょっとこれ、ここ撮ってほしい。いやいや、撮れ撮れ、楽しんでた。いいのよ、いいのよ。そう、あの隣がですね、ミックさんの横になるかもしれないです。はい、みんなで来るかもしれない。こちらもやるよ。やります。はい、イエーイ、同じテーブルでーす。よろしくお願いします。本当にくじ引きですもんね。めっちゃ運で一緒になりました。来ました。めっちゃビールは高糖、豪華すぎる、やばい。しかもあっちゃんが何でも飲んでいいって。あっちゃんのかけてたソースをかけます。はい、ということで、あっちゃんに聖地連れてきてもらったんですけど、はい、何この聖地は。今日の最後なんですけど、はい、山口家の2004年ってことは19年前に撮った手形です。じゃーん、最後みんなで見に来ました。すごい、合わせてみる。わお、あ、ちっちゃちっちゃちっちゃい、まこちゃん。いや、しんじ、しんじと一緒ぐらい、しんじと一緒ぐらい。成長しました。すごい、いい感じ。はい、今すごい、こんな感じになってます。本名で活動してます。ここめちゃめちゃ聖地だよね。写真撮りましょう。あっちゃんの、あ、でも、竹感が好き。え、そうでしょ。そうだ、あっちゃんはお腹を出せるので、ちょっと短めにした。めっちゃ似合う、タンプレ。はい、次、次。はいはいはい、次、白見せて。時間が。次。おー、これ？それ、それも同じ感じ。いいですねー。いいねー。あっちゃん、腕が細い。それも韓国。デニムとこれ合わせてきます。はい、そして最後。それもね、かわいいの。それうち自分で欲しいけど、ちょっと細くないからやめた。じゃーん。かわいい。これさ、お肉さん趣味でしょ。え、そうだよ。そうだよ。かわいいじゃん。え、かわいい。それめっちゃかわいいんだから。はい、来てね。はーい。イェーイ。ありがとうございます。ありがとうございます。長いよ。ありがとうございます。
この日のために本当にお仕事も頑張っててで、初めて会う方々ばっかりだったんですけど、生きてよかったなって思ったし、幸せっていう言葉以上の言葉が見つからないぐらいでした。本当に企画も大変だったと思うし、こうやってみんなが喜んでくれるにはどうしたらいいんだろうっていうのを多分ずっと考えてるのがすごい伝わって、であっちゃんに何を返したらいいんだろうっていうのはもう自分たちが楽しむことがあっちゃん縁にありがとうが伝わるのかなって思ってました。本当に幸せな2日間をありがとうございます。本当に良かったと思ってます。ありがとうもちろんなんですけど、ケーキ入刀がケーキ入刀待ってやべえ終わりたくない。ちょっとまず皆さん本当にお疲れ様でした。みんなさんがすごい楽しそうにしてくれたのが本当に嬉しいし、私本当にその何にもしてないんですけど、いるだけで私が一番楽しませてもらったんじゃないかなっていうぐらい、はぁ待って本当にみんな当たって、やばいどうしようやばい今日みんな帰れない、ちょっと待って頑張るこの後無理でさらに涙腺を刺激してくるあっちゃんに会えるだけでもみんなすごい幸せだと思うんですけど、ちょっと待ってどうしよう私進まないだけど、なんかあっちゃんがすごい考えてくれて、まこちゃんのバスまで見せてくれたりとか本当にすべてやばい、すべての瞬間愛が詰まってたし、あっちゃんが本当にいい子だからここまで本当に八女市の人も協力してくれたと思うので、本当に素晴らしかったし、もともとは本当に20を通じて知り合ったんですけど本当に待ってどうしよう喋れない、マジで山口県の本当に皆さんあったかいし、なんか本当に出会えてよかったなって今日改めて思ったし、自分のバスツアーなのに本当に私のことまで考えてくれたところが本当に多くて、どうなんかどう人生を償えばいいっていいのかなって思うぐらい本当になんか皆さんも本当になんかいろいろ楽しんでくださったのがありがたすぎて、本当に皆さんに出会えて本当に幸せでしたし、今日の感想を言ってくれた一言一言がもう何よりあっちゃんも喜んでると思うし、私も嬉しかったし、本当にやってよかったなって思えたんじゃないかなって思うので、ここにいた全員のおかげでこのバスツアーが大成功したと思うので、ちょっと皆さんも誇りを持って明日からも生きてください。本当にありがとうございました。本当にありがとう。そしてあっちゃん愛してます。人生初めてのケーキ入刀したので2回目ができるように応援しててください。本当に2日間ありがとうございました。さっき後ろ向いたらちょっと涙が止まらなくてずっと前向いてたんですけど、すいませんSNS とかね、20のこととかあんまり知らなくって、最初私やめから入って山口さんと知り合ってお仕事をして、で今回バスツアー一緒に企画することになって、本当にまっちゃんのその気持ちとか企画とか思いとかがもうすごくて、本当に間近で見れて、で最初はもうとりあえず問題なくす、それは当然なんですけど、最後の方はですね、もう私も一緒に楽しめたらいいなとその中に一緒に楽しませてもらって、本当にありがたい回だったなと思ってます。一番印象に残ってるのは本当に最後お父さんお母さんがお見送りしてるのが本当にもうちょっとやばくてですね、バレました皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。福岡にいる時5、6年前、ずっと私はヤメが大好きで、でもヤメにいる時は全然好きじゃなかったんですね。ヤメを離れた時にヤメが好きだなって思ったんですよ。なんかその時にちょうど芸能も目指してて、私はいつかやっぱ18年間ヤメで生まれ育ったから恩返しができるように自分も芸能活動を頑張るっていう夢の一つとしてバスツアーをライブ配信してる時からずっと言い続けて、やっと皆さんのおかげで昨日と今日でその夢を実現することができました。本当にありがとうございます。
一番不安だったのが募集人数が上回るのかっていう、その最低ラインを超えるのかっていう、本当に全国各地からこうやって私の大好きな地元やめに本当に来てくださりありがとうございます。なんか本当あの昨日の一言がその1秒1秒本当大事にしていきたいって言ったんですけど、1秒1秒が本当に私の中で幸せでした。言いたいこといっぱいあって、そんな感じ。お肉さんもあの闇に行きたいみたいなノリで、あの闇来てよみたいな、バスツアーやるってなったら参加してよみたいなノリで言ってたんですけど、あ行く行くみたいな言ってて、本当に来るかなっていう不安もあったんです。待って信じて。だけど私が実際にバスツアーやるってなった時に、あのお肉さん来てくれるかなってめっちゃ緊張しながら LINE 送ったんです。そしたらなんかもう全然いいよみたいなすごい明るい返事で、なんかあーと思って、お肉さんが私の地元来てくれるんだと思って、もうなんかそこからすごいもうお肉さんとこうやってあのライブではたまに会ったりするけど、時間を共にできるのって私の中にもすごい幸せだったんですよ。お肉さんってなんか手に届かない存在みたいな感じだった。やめて、韓国行ってやめて、やめて。こうやってずっと一緒に入れて幸せでした。本当にありがとうございます。本当にサポートがあってツッコミがあったり本当にお肉さんに感謝してます。ありがとうございます。ありがとう。あの私と行くバスツアーはもうこれを伝説にしたいと思ってます。もしみんなで、あ、神様がおっしゃったようにあのこのメンバーでがいいってなったら、あの敬老会の皆さんが生きてるうちに生きてるうちにやらせていただきたいなと思います。あとどれぐらいなんだろう。あとどうですかね。5年ぐらい。短い。本当にありがとうございました。はい、じゃあありがとう。やめろ。まさかの。あっちゃんありがとうございました。ありがとうございます。引き続き頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。幸せです。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。